はい、皆さんこんにちは。私は背筋木登りカンガルー担当の坂上と申します。よろしくお願いします。今回はですね、木登りカンガルーの日といって、木登りカンガルーをですね、世界中の動物園で、飼育しているんですけれども、その木登りカンガルーを飼育している動物園がですね、5月の末に、みんなに木登りカンガルーのことについて知ってもらおうということで、5月の下旬に木登りカンガルーの日というのを設けてですね、皆さんに木登りカンガルーを知ってもらうイベントをやっています。でズーラシアでもですね、去年も行ったんですけれども、今年はですね、ちょっと残念ながら、今閉園していますので、木登りカンガルーのスペシャル動画として、3日間ですね、木登りカンガルーに関しての動画を配信していきたいなと思います。でもうですね、今後ろで、モアラがですね、美味しそうに葉っぱ食べているんですけれども、何の動画を配信するかと言いますと、1日目はですね、まずクイズですね、木登りカンガルーについてのクイズを配信します。で2日目はもうこの木登りカンガルーの、ガイドを聞いていればもう簡単に答えられる、クイズを、配信します。で3日目はですね、そのクイズに、関連した、お話ですね、木登りカンガルーについてのお話を、皆さんに、動画で配信したいと思います。ではですね、じゃあ早速木登りカンガルーについて、お話をしていきたいと思います。じゃあちょっとですね、私は画角から消えますので、モアラをですね、皆さんよく見ながら、お話を聞いていてください。で、まずですね、この背筋木登りカンガルーという、動物なんですけれども、よく展示場の前でですね、お客様のお話こっそり聞いていますと、なんだろうこの動物、ちっちゃいクマかなとか、赤ちゃんのカンガルーかなって言われてしまうんですけれども、れっきとしたカンガルーの仲間になります。で背筋木登りカンガルーという種類で、もうそのまんまですね、背中に、白い筋が2本入った木の上で生活をするカンガルーです。で、なんで皆さん、この動物あんまり見たことがないのかと言いますと、日本ではここズーラシアでしか、木登りカンガルーはですね、飼育をしていません。でズーラシアでもですね、2頭しか、飼育をしていないんですけれども、ちょっとご紹介しますが、今皆さんの前でですね、元気に葉っぱを食べているのは、オスのモアラと言います。モアラはですね、今年で7歳になるオスです。でモアラはですね、シンガポール動物園から、ズーラシアにやってきてくれました。そしてですね、今ここにはいないんですけれども、あともう1頭ですね、メスのタニがいます。タニはですね、今年13歳になる、メスの木登りカンガルーですね。で彼らはですね、野生でも、単独で暮らしていますので、一緒にですね、展示場に出てくることはありません。日替わりでですね、展示場に出ています。でこの木登りカンガルーなんですけれども、野生ではどこの国に、生息しているのかと言いますと、ニューギニア島と、あとはですね、オーストラリアのクイーンズランドの一部ですね、に生息をする動物になります。でどんなところにいるのかと言いますと、熱帯雨林、森の中で生活をしている動物になります。でですね、ニューギニア島とオーストラリア全部がですね、背筋木登りカンガルーというわけではありません。実は木登りカンガルーはですね、色と模様が違う木登りカンガルーが全部で14種類います。でそのうちの2種類がオーストラリアにいて、残りの12種類はニューギニア島にいます。でこの背筋木登りカンガルーは、ニューギニア島のですね、パプアニューギニアに生息をする種類になります。で今もですね、一生懸命葉っぱを食べていますけれども、で彼らは熱帯より森の中で生活をしていますので、こういった木の葉が主食になります。
で野生ではですね、彼らは約90種類の、葉っぱからですね、鼻がとってもいいので、匂いを嗅いでですね、自分の好きな葉っぱを食べていると言われています。あとはですね、苔とかシダ植物なんかも、食べています。あとお花もですね、食べていると言われています。で飼育下ではですね、いろんな種類の葉っぱと、あとはですね、野菜なんかもあげています。じゃあちょっと今ですね、葉っぱ食べていますけれども、モアラがですね、大好きなブロッコリーをあげてみたいと思います。はい、葉っぱを食べていますけど、ブロッコリー食べますかね。はい、すごい美味しそうに食べてくれていますね。でですね、この木登りカンガルー、今ですね、ブロッコリー持ってるちょっと手を見ていただきたいんですけれども、体がですね、木の上で生活をするために、特徴的な体になっています。で、手はですね、木に登るために爪が、鍵状の鋭いですね、爪になっています。木に引っ掛けて、登っていきます。で、それに加えてですね、とっても前の腕の力が強くって、その前の腕の力を使ってですね、木を登っていきます。例えばですね、今私が、このモアラのですね、両手で、掴まれてしまいますと、もう引き離すことができないくらい、すごく腕に力があります。じゃあちょっとさつまいももあげますね。で、あとはですね、尻尾がとっても長いんですけれども、この尻尾はですね、木の上で、バランスを取るための尻尾になっています。決してですね、木に巻きつけたりすることはできません。で、あとはですね、モアラはオスなのでないんですけれども、メスのタニはですね、やっぱりカンガルーなので、お腹には子供を育てるための袋がついています。そしてですね、あとよく、お客様から聞かれるのは、やっぱりカンガルーなんでジャンプするんですかと聞かれるんですけれども、ジャンプします。一日のほとんどをですね、木の上で、過ごしているんですけれども、時々地面に降りることがあります。で、よくですね、ズーラシアにいるモアラとタニはですね、地面に降りていることが多いんですけれども、地面に降りているとカンガルーらしくぴょんぴょんジャンプをします。そしてですね、結構速いスピードで、走り回ります。で、さっきも言いましたけれども、この木登りカンガルーたちはですね、単独で生活をしている動物になります。で、ズーラシアでは木登りカンガルーの展示場の横にですね、同じカンガルーの仲間の赤カンガルーがいます。で、赤カンガルーは地上で暮らしていますので、後ろ足がですね、ジャンプするためにとっても大きく発達をしていて、前足はですね、そんなに、そこまで発達はしていません。で、赤カンガルーはですね、集団で暮らしますが、木登りカンガルーは単独だったりと、いろいろとですね、違いがあります。で、木登りカンガルーはですね、ズーラシアでしか日本では見ることができないので、地上で暮らすカンガルーと木の上で暮らすカンガルーをですね、一度に見比べることができるというですね、とっても、面白いですね、種類が横に並んでいるということになります。で、野生ではですね、この木登りカンガルー、じゃあどういう状態になっているかと言いますと、野生ではですね、木登りカンガルーは絶滅危惧種といってですね、数が減っていて守っていかなければならない種類になっています。ですが、オーストラリアに住んでいる2種類はですね、実は、絶滅危惧種には指定されていません。ニューギニア島に住んでいる、12種類のですね、木登りカンガルーたちが絶滅危惧種に、指定をされています。じゃあなんで数が減っているのかと言いますと、原因はですね、一番大きな原因は、森林伐採ですね。森がですね、切られて減ってしまっているのと、あとはですね、やっぱり現地の人たちと木登りカンガルーはですね、もう昔から、長く付き合いがありますので、
地元の住民の方たちがですね、木登りカンガルーを、伝統的なですね、衣装とか、あとはですね、まあ食料とかそういうものに使ったりするために、狩猟をですね、地元の人々も、しています。なので、数が減っていると言われています。でオーストラリアの2種類もですね、絶滅危惧種にはなっていないんですけれども、車にですね、引かれてしまったりとかですね、あとは、野生の犬ですね、野犬に襲われてしまったりと、いろいろと問題が起こっています。なので、ちょっと私は実際には見たことないんですけれども、インターネットとかで調べますと、よくですね、日本で道路とかにクマ注意とかサル注意のですね、黄色い四角い看板がありますけれども、オーストラリアではですね、その黄色い看板にですね、木登りカンガルーが書かれています。木登りカンガルーに注意というですね、道路標識が、あるくらいです。ではですね、じゃあ数が減ってしまっていて、じゃあどうなっているのかと言いますと、アメリカではですね、木登りカンガルーを、保護する、ウッドランドパーク動物園というところがですね、主となって木登りカンガルーを守っていこうという取り組みを行っています。で、そこのですね、団体はですね、この雪磁木登りカンガルーではないんですけれども、もう一種類赤木登りカンガルーという種類をですね、主に、守っていっています。で今ですね、その活動が結構、実っていまして、赤木登りカンガルーは、数がですね、少し、増えていっているというお話を聞いています。はい、ではですね、モアラまだまだ、葉っぱをですね、いっぱい食べているところになりますけれども、ガイドの方はですね、一応この辺で、終わりにしたいと思います。で、明日はですね、もうこのガイドを聞いていればもう全問正解できるというなんとも簡単なクイズをですね、皆さんに、出したいと思います。なので、このガイドをですね、皆さん何回も繰り返し、再生していただいて、明日のですね、クイズ頑張っていただきたいなと思います。では最後までガイド聞いてくださいましてありがとうございました。